セバスティアーノ・リッチ、セレネとエンデューミオン。ロンドン、チズウィックハウス所蔵。エンデューミオーンは、ギリシア神話に登場する人物である。長母音を省略して、エンデューミオン。英語読みでエンディミオンとも表記される。エイリス地方の王で、月の女神セレーネートの秘話で知られる。エンデューミオーンは、ゼウスの息子アエトリオスとアイオロスの娘カリュケートの、息子、あるいは、 ゼウスの息子とされる。妻は、水の乳併あるいはイーピアナッサ、またあるいはアステロディアとも、アムピクティオオーンの子、イトーノスの娘クロミアーとも、アルカディアオアルカスの娘ヒューペリッペとも言われ、その間に息子アイトーロス、パイオオン、エペオスと、娘エウルキュダーのほかエイリスの伝承では50人の娘を設けたとされる。また、ピーサも、娘とされることがある。 50人の娘がいるとされるのは、オリンピアードの期間が50ヶ月であるためだと考えられている。一説には50人の娘を除く、セレーネートの間に、ナルキッソスを生んだ。エンデュミオーオーンは、テッサリアーから、アイオリス人を率いて、エイリスに到達し、エイリス王となった。息子たちには王位を競技によって争わせ、次の王位に就いたのはエペオスであった。また、オリンピアから、 クレータをクルメノスを追い払って、その追いも奪った。ある日、山の頂で寝ていたエンデュミオオンを見た、セレーネーは恋に落ちた。自分とは違い、置いていくエンデュミオオンに耐えきれなくなった彼女は、ゼウスに彼を不老不死にするように頼んだ。ゼウスはその願いを聞き入れ、彼を永遠の眠りにつかせた。以降、マイセレーネーは地上に降り、 眠るエンデュミオーンのそばに寄り添っているという。エンデュミオーンが眠る場所は通常ペロポネイソスとされるが、一説によればカーリアのラトモスさんとされる。そのためエンデュミオーンの墓はエイリスとラトモスの両方にあった。カーリアのヘイラクレース山の人々は彼のためにラトモスさんに神殿を建てた。またセレネとアルテミスが同一視されるようになってからは恋の相手は アルテミスとされるようにもなった。一説にはゼウスによって天界に連れて行かれたエンデューミオーンはヘーラーに恋をしたり、そしてヘーラーの似姿を作った雲に惑わされることで冥府に落とされた。アンヌルイジロデイコールトリオゾンの絵画、エンデューミオーンの眠り、ルーブル美術館所蔵、ジョージ・フレデリック・ワッツ、ディアナとエンデューミオン、ロンドン、デート・ギャラリー所蔵、ありがとうございます。